妙なエネルギー、これを海外へ変化する。これは実は統一した新興国家ではしばしば起きることで、ポルトガルが日本まで来たのもポルトガルの中である種の宮廷革命が起きて、そして新しい国として団結してからのことなんです。ヨーロッパの植民政策が過激になっていく、イギリスであるフランスで、あれはある種の市民革命を経てからです。で、これに対してはエンゲルベルト・ケンペル、後からもう一回この人の名前出ますけど、彼はこういうふうに言っていました。これドイツの人です。徳川綱吉の時代に日本に来て本を書いた人ですが、秀吉は、高麗を征服、その事業を通じて内戦によってもまだ力の衰えていない国内の大諸侯をその本拠地の所領から遠ざけた。つまり彼が言っていたのは、さっき言ったように秀吉が権力を統一して、だけど秀吉権力というのは非常に弱いところがあって、いわゆる秀吉の領土だけで全世界を全日本を抑えられるわけじゃないから、それまでのさまざまな強力な大名が存在している。この大名たちのエネルギーを海外に消費させることによって、この国内の平和を一層強固なものにしようとしたんだろうというのが、当時のこのケンペルという人が書いた理由です。これはケンペルという人が当時日本に来て、他の日本のいろんな研究所や学者の話でおそらく考えたものですから、当時の徳川時代の初期にはこういう考えがむしろ強かったんでしょう。2番目、これはスペイン・ポルトガルのアジア侵略へのある種の対抗としての戦争です。これはこのキリシタンの世紀というこの本もですね、ぜひ読んでほしいと思います。これに非常に詳しく書いてありますけど、僕はさっき言ったようなことは非常に丁寧に書いてますけれども、そして当時のスペイン・ポルトガルは日本だけではなくて、当時の民国に関しても何らかの侵略が行いたいという非常に、そういう趣旨の言葉をいっぱい残して、この実は朝鮮出兵に関しては日本にいた宣教師たちも非常にその時その時で態度が揺れてます。最初はですね、キリシタン大名が全部駆り出されるんじゃないかっていう、そういう不安感みたいなものを覚えてるんですよ。キリシタン大名が全部今日行けなかったと、前線に行かされて、かえって日本における基盤がなくなるんじゃないか。ところが最初に戦争が勝ち始めるとですね、この調子で民国も全部占領すれば、そこにキリシタンの大王国が作れるんじゃないかと。いや、ですからイエズス会が何かものすごいガチッとした陰謀があってっていうんじゃないんですよ。割とそれはその時その時の状況で考えてる。ですから宣教師自身も秀吉に対して、この朝鮮出兵は最初の段階ではすごい協力する、船も出します、キリシタン大名に私たちが言えば一発ですよ、兵隊も集まりますよ、そういう呼びかけをしてるくらいですから、ですから彼らにとってもそういう、しかし秀吉としては彼らがアジアにおいてこれ以上力を持つことを防ぐためには自分たちが先にアジア戦略を持たなくちゃいけない、そういう考えはあっただろうと思います。で、3番目、これは、こちらの本、中野仁さんという方の書かれたですね、文禄慶長の役というこの本で強調されている考えですが、これ私ちょっと感心したというか、もしかしたらこれがかなり僕には説得力、当時の海秩序、明を中心とした明が一番アジアで偉大であって、その周りがそれに仕えていく、この海秩序自体を統一日本が反撃することによって解体しようとしたという、これがだから秀吉の趣旨は朝鮮出兵ではなくて、根本は明と戦う。ですから秀吉は実は朝鮮半島は李氏朝鮮には手紙を送っていてですね、その中で我々は明に対して出兵するから案内しなさい書いてるんですよ。それは朝鮮半島に対して全く無知だったということももちろん言えると思いますよ、言えると思いますけれども、逆に言うと秀吉の一つの目的としては明による海秩序というものが非常に何らかの形で自分にとって打倒しなければならない象徴として存在して、日本が統一したこと、自分が新しい日本国を作ったということ、そして彼はですね、自分が日輪の王である、
まあ、日吉丸っていう名前から来たそうなんですね。それはどういうことかというと、当時は日本では天道思想というのがあって、日本における当時の最も有力な、まあ、信条としての信仰は天道思想です。もう天の運行のように世の中には一つの自然と一体化した信仰、正しさというものが、真理がある。でとなるとですね、これは国境を越える概念ですから、秀吉は秀吉なりにですね、このアジアに対してキリシタンとは、さっき私はちょっとある種の普遍の危険性って言いましたけれども、秀吉は秀吉なりに明が一番偉くて、この下が朝鮮でみたいな、そういうアジアの開秩序というものを日本が変えていくという、そういう発想を実は持っていて、それがこの朝鮮出兵ではなくて明遠征の根本的な考え方だと、そういう説がまたなされております。私はですね、どれもこれもですね、私としては十分分かっているわけではありませんけれども、はっきり言ってしまうとですね、秀吉が妄録してなんか変な妄想に駆られてやったというよりは、このどの説もはるかに僕は説得力があります。でこういうものの方が今の学説の中心ですからね。こう晩年の秀吉がなんかちょっとおかしくなってというのは、これは、まあ、はっきり言ってしまうともうかなり古いから。もちろんこの他にもいろんな説があります。小説家の坂口安吾なんかは、あれはもう戦争が目的だったんじゃなくて、明との間に対等の貿易条約を作ることが戦争の目的だったんだ、そういう意味のことを書いてまして、まあ、それはいろんな説があります。ただ私は今言った3つの説っていうのはなかなか、まあ、僕なりには考えられる考え方かなというふうに思っています。しかしその目的が何であったにせよ、理想が何であったにせよ、この遠征によって豊臣家は倒れます。豊臣政権は倒れます。まず各大名があまりにもたくさんの兵隊や物資を要求されます。そしてそれを仕切ったのがさっき言った石田三成なんです。石田三成っていう人は、これまた、まあ、私も嫌いじゃないんですけど、司馬太郎さんね、石田三成っていう人の、主人公にした関ヶ原っていう司馬さんの小説がありますけどね、非常に純粋なこう管理で正義を求めて、まあ、そういう面もなくはないんでしょうけど、はっきり言ってしまえば大名からしたらもうこういう時にやたらと過酷な要求ばかり押し付けてきてですね、自分はほとんどろくに兵隊も出さないくせに、もう何千人出せ、いくら出せ、何頭の馬を出せと、もうそういうこと言ってくる一番嫌なタイプの人間で、逆に言うと石田三成としてはこれでもちろん朝鮮出兵で勝つこと以上に各大名を押さえつけて豊臣政権を永遠化できるという考えがあったのかもしれません。しかし逆にこれは豊臣政権の疲弊と、そしてやっぱり豊臣秀吉がなぜ自分がの平和統一がうまくいったのか、それは民衆も含めたレベルでのこの平和というものを求めている、もう戦国時代に帰りたくないというものに対してそれを裏切ることに結果的にはなってしまった。これは豊臣政権が関ヶ原以降滅んでいく最も大きな要因となりました。ですからこのバテレン禁止令に始まり朝鮮出兵に終わるこの秀吉のこの時代というのは本当に日本のターニングポイントですね。そして秀吉に全くなかった発想の一つが多分鎖国です。秀吉にはバテレン禁止令はあったけど鎖国という意識は多分ない。海外出兵というのをこういうふうにやる人間がね、鎖国とか考えるわけです。だから今風に言ったらね、これある意味本当に秀吉はもし明を征服したら天皇陛下は明に行ってもらった方がいいとか思ってたんですかね。これはもう典型的な国境をなくす発想じゃないですか。で秀次は日本に残すと、そこで秀頼が生まれてしまったんでやばいことになったわけですけど、ですから秀吉の頭の中には日本そのものをアジアに拡張しています。まあ、さらに言ってしまえばですね、日本でできたような平和的な国家というものがアジアで作れるという遠望があったのかもしれないけど、そういう発想でこの演奏は行われる。最後にですね、この一冊の本を紹介して、結構もういいんですね、3時に終わるのかな、
まあ、結構肉声でもやれるもんだなということが分かりました。あのもうちょっと疲れたと思いますが、もうちょっとかもしれない。こう、この小堀圭一郎先生の鎖国の思想というのがあります。これですね、あの小堀圭一郎先生の本の中でも非常に興味深い本の一つなので、中高新書から出てますが、これぜひ読んでみてください。あのこう小堀先生のこの本はですね、さっき挙げたケンペルというドイツ人が徳川綱吉の時代に東インド会社を通じてオランダを通じてですね、オランダとは出島があります、長崎に来て日本を見て、そして帰ったものです。この中でですね、簡単に言うとケンペルという人が鎖国というものはこんなに素晴らしいものだということを書いてあります。で、これでケンペルの書いたことをですね、あのすごく要約して紹介させてもらいますと、ケンペルはだいたいこういうふうに言っている。このところで、まずキリスト教が何で廃止され禁止されたか。キリスト教は全国民が祖先神への信仰と神聖なる帝の崇拝を要として結びついているという日本の統治体制及び国民的宗教的統一とに乖離するものとみなされます。だからキリスト教は教えとして正しいということ、正しくてもいいものがあっても日本においては廃止されたんだ、禁止されたんだ。これは日本にとってはいいことだった。そうはっきり書いてる。ドイツ人がですよ。でさらに彼はこういうふうにいろんなことを付け加えてますけれども、徳川幕府の鎖国体制は他国の文明価値観を日本に受け入れないということによって、外国の陰謀や影響を交わし、全国土を礼儀の学校、秩序ある武士道と平和の礼儀の学校に変身させた。これによって他国の影響を排することによって、この国の帝室皇室伝統は古代の幸福な状態を守ることができる。でさらにケンペルが続けて言っているのは、ヨーロッパにおいては鎖国はいけないことだと、それぞれの人間はみんな平等なんだから、みんなどんどん交流することがいいんだと言われているけれども、それは絶対に違う。自分は日本に来て違うことがよく分かる。人間は民族によって言葉が全部違う、文化が全部違う。その国の中で自給自足で生きていけて、その国の文化を守って生きていけることによって、それぞれの国がみんな平和に暮らせるのが人間の一番の理想の平和なんだ。この日本はそれを実現した。日本にはヨーロッパにないものがいっぱいある、欠点もある。でもそれも含めてこれが平和で幸せ、日本人にとっての幸せなんだ。でこれを無視してしまって、価値観の違う民族や人種がたくさんある大きな国っていうのは、必ずその中の民族の衝突によって滅びたり分離せざるを得なくなる。この戦後17世紀に日本に来たこのドイツ人の、アマチュアの学者ですけどね、ケンペルが書いたのがこの鎖国論。そしてこれは実は当時ドイツでヨーロッパでも読まれて、そろそろ終わりヨーロッパでも読まれてオランダ語なんで日本でも読まれたし、翻訳も作られて、あんまり日本だったらすごい影響はなかったんですけど、実は平田篤太とか日本の国学者の人が、外国人がこれだけよく分かってるのに日本人はなんでこういう心理が分からないのか、今でもよく言うパターン、そういうことを書いているくらいだ。そして実はこの考えはドイツでフイヒテというドイツ国民に次ぐという有名な演説をした愛国哲学者がいますけど、この人は当時カントがですね、ヨーロッパの戦乱に対して永久平和のためにという本を書きました。その中でカントが何と言ったかというと、とにかく平和を作るために必要なことって、国と国がもっと経済交流することじゃない、もっと経済的に結びつけば戦争はなくなる。そしてそれに対してのフィヒテは、いやそれ逆やと、経済交流が深まれば深まるほどお互いの国の資源や財産を奪い合ったり、人間の価値観と価値観が衝突して戦争って起きやすくなるんじゃない、むしろそれぞれの国が
学問的な学者同士の交流ぐらいにとどめて国を閉ざしていく方法以外平和の道はないんじゃないか。多分ね、このフィヒテもケンペルも読んだんだと。そういう点でこの江戸時代の鎖国というのが、現代のそういう思想にまでですね、そういう影響を与えたというの、あ、現代じゃない、当時のドイツにも結構影響を与えたということを非常に説得力ある形で書いております。小堀先生というのもですね、靖国の問題とか憲法の問題とかで立派な発言をたくさんしてますけど、根本的にはこの方は文学者です。森鴎外の研究家です。日本とヨーロッパどういうふうにお互いの文化が違い、どういうふうに交流していくのがいいのかということをすごく真剣に考えた結果としての一つの、こういうケンペルという、僕は全然知りませんでしたよ、そういう人の業績を紹介してくれた。私はこの話を終えるときにですね、この秀吉が抱いた遠大なそういう夢というのはそれはそれで価値があるけど、それは日本の兵士もたくさん死んだし、もちろん朝鮮の人たちもたくさん死んだし、むしろそれはお互いにとって悲劇的な結果を生んだことも確実だろうと思うんですね。でそういう中でですね、鎖国という道を選んだ日本の江戸時代というのがやはり一つの幸福な文明を作り上げたということも、話しておいてですね、バテレンから始まって西洋が来たことがの衝突に対して鎖国という答えを出した、この時代のことまでちょっと語らせていただきました。どうもありがとうございました。素晴らしい講演ありがとうございました。それでは、3時10分まで休憩を取り出してみます。今日ハート出版さんが来ておられますので、本の販売をしたいと思いますのでぜひご協力お願いします。サインの規制欲しい方は三浦先生の方に来てサインをお伝えしてください。じゃあ